お嬢。先方がいらっしゃったようですぜ。今度は八条先生と呼べば。名前というもののなんとややこしきことかな。ここに私とあなたがいることに何の変わりもないのに、あなたは私を何と呼べばいいのか迷わねばならない。そうね、フェザリーヌと呼ぶのもあなたにとっては無粋というわけだわ。役者にとって自分の演ずる役の名前など仮のものでしかない。そういうことだ、人の子よ。フェザリーヌ。それで、あなたは私に何を見せてくれるの？これをご存知ですか？手に取り、裏をご覧になるといいでしょう。裏？エヴァ、後ろ宮、エヴァ。これは何？エヴァおばさんの日記？ひょっとしてこいつが噂の。あんた何か知ってるの？噂程度ですがね、エヴァ会長は秘密の日記を持っていて、それには厳重に錠前をかけていて、出先に行く時も必ず持って行ってたって話は護衛仲間から聞いたことがあります。秘密の日記、それがどうしてここに？後ろ宮エヴァが息を引き取った病室にあったものです。後宮家長男クラウスの妻ナツヒは、日々の不満や鬱積を日記に記すことでそれを封印するというある種のまじないをしていたことがすでに知られています。同じことをエヴァおばさんもやっていたと。可能性はありますな。
その日記の蝶つがいを外すのは、たとえ鍵があったとしてもかなり面倒だ。まるでギチギチのコルセットみたいに封印してやがる。あの日何があったのかを記しているとでも言うの？中を読めば全てがわかるでしょう。しかしその錠前を外す鍵の行方がわからないのです。ない鍵。どうしたんですお子ちゃん、鍵って？私がずっと首にかけてたでしょ。俺は知りませんぜ。鍵なんざぶら下げてましたか？鍵を持っている私に戻してこの日記を開けるわ。ゲーム版のどこかに存在するだろう。そなたに与えられる鍵穴の一つである以上、必ずどこかに存在するはず。お兄ちゃんがどこかに隠している？バトラがあんたとのゲームを気取る以上、それはおそらく完全な意味では隠されていないわ。どういう意味？バトラにとって奪われたくないキングであっても、それはゲーム版に置かれていなければゲームとして成立せぬということ。つまりあの後宮家のどこかにあったということ？あるいはすでにそなたには一度目にする機会が与えられているのかもしれぬ。詐欺師が一番最初に見せる契約書に極小の字にてすでに悪辣なる罠が記してあるかのように。バトラがゲームマスターとしてミステリーの作法とやらに乗っ取るなら、手がかりは必ず提示され、バトラが負ける選択肢も必ず提示されている。エンジェ、思い出しなさい。あんたはすでにバトラの世界でエヴァの日記を見ているはずよ。そうよ、後宮エヴァの日記。あの日の真実を記した一なる真実の書。一なる真実の書。それに本当の真実が記されているの？だってそれはエヴァおばさんの妄言の可能性も。赤き真実で私が断じよう。後宮エヴァの日記一なる真実の書には、1986年10月4日から5日にかけての六軒島の真実が記されている。